Star Wars 3 Premier Cup Final。 ただいまよりプレミアカップを開催します。福島競馬場、天候は曇り、馬場状態は芝、両、ダート、やや重で行われます。出場全14チームを紹介します。14頭まずまず揃って飛び出しました。先行争いであります。3番グランハリケーン先頭、そしてライムフロマージュ、その外デスティニーローム、5番ロマネフリューゲル、その後ろでありましょうか、守り本の、その外からはティンカーベル、これと一緒にガレリアファルシオン、ちょっと離されまして10番スカイムーンライト。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。ワンダーズは4番手といったあたり、先頭グランハリケーン、グランハリケーンが大きくリード。4番ワンダーズかわした、2番手にワンダーズだ、外から懸命に、先にはワンダーズ先頭に変わったか、1着風と共に去りぬ、2着ワンダーズ。第1レース、1着12番、2着4番、以上のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ先行するのは何か、空に歌えばが後続をずっと離していきました。ちょっと離されまして、ドンタツすぐに馬券、6番イケメンメイメイ、その後ろ3馬身くらいあって、7番アルフォンスモテキ、そして5番手に9番エレクトロワールドであります。それからもう1頭エルダスカーレット、そして外からはウルパラクヤ。さあ福島競馬場は大歓声であります。先頭行く、ピンクの帽子は空に歌えばイケメンメイメイも懸命に追う、白い帽子ドンタツすぐに馬券、2番手にイケメンメイメイ、緑の帽子スカイユーロ、イケメンメイメイ、そしてエレクトロワールド、イケメンメイメイがかわした、エレクトロワールド、そしてその後ろからエンブレム、1着イケメンメイメイ。第2レース、1着6番、2着当番、以上のように確定しました。
飛び出した14頭まずまず揃って飛び出しました。先行争いであります。14番コンディベルタード先頭、そしてマロマロ帝王大きくリード、あとはずっと下がって、これがその外からはボナーファントム、ちょっと離されまして12番スクリーンショット、そして内からはミッシェルクラン、その外に11番スクリューマーク、それからもう1頭バルバロ。さあ各陣営の思いを乗せて14頭がゴールを目指します。先頭行く、ピンクの帽子はコンディベルタード、先頭コンディベルタード、コンディベルタードが4馬身リード、バルバロも懸命に追う、ボマーファントムが2番手、ボマーファントムが先頭に変わった、1着バルバロ、2着ボマーファントム。第3レース、1着3番、2着1番、3着4番以上のように確定しました。さあ飛び出した14頭まずまず揃って飛び出しました。先行争いであります。5番アヘアヘアヘア先頭、そしてバイオハザードブルーラグーン、1番アモールフェアリーイフジピアサワンがかわしていきました。12番マルセイユルーレット下がって6番手ガレリアシルベールがその後ろ、その外からはブラディーローズ、そして内からはラビンワイルドブエダルージュ。さあ最高の栄誉と賞金をかけてここから直線勝負です。先頭行く青い帽子はアヘアヒアヘア4番イフジピアサワギピンクの帽子バイオハザード2番手にイフジピアサワギアヘアヒアヘア先頭イフジピアサワギも懸命に追うイフジピアサワギ先頭だイフジピアサワギ先頭1着イフジピアサワギさあこれでポイント争いは大混戦。第4レース1着4番2着7番以上のように確定しました。さあ飛び出した14頭まずまず揃って飛び出しました。先行争いであります。13番アーというピロシ先頭、そしてデビルン赤い帽子にご注目ください。これが一番人気のワルプルギスの朝鉄拳ショコラがその後ろ、それからもう一頭14番モモガルタッピーバサシそのうちガレリアエリアイズ2番ロクポイヨン。さあ福島競馬場は大歓声であります。ワルプルギスの朝は5番手といったあたり先頭はデビルン7番理想なデビルンが先頭だ2番手にアーッとユピロシ外から懸命にワルプルギスの朝ワルプルギスの朝先頭に変わったか1着2番ロケッポイオン。さあポイント争いはどうなったのか。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に12番6番、3番、4番、2番、以上のように確定しました。